ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私、生まれ変わったらエマ・ワトソンになりたいわ。エマ・ワトソン本当に可愛いよな。実写版美女と野獣のエマは可憐で美しくて、それでいてどこか儚い理想のベルだったぜ。もともとベルの設定が町一番の美人だから、役者の選別も大変だったと思うけど、エマはぴったりよね。エマは実写版シンデレラのオファーも受けてたけど、ベルを演じたいって断った、という噂もあるぞ。ベルを選び、ベルに選ばれた女性ってことね。そういえば昔にも、世紀の美女と言われたエマという女性がいたんだぜ。名前はエマ・ハミルトン。エマ・ワトソンと同じ絶世の美女で、当時の英雄を魅了したことで有名になったぞ。あら、絵画でもわかる可愛さね。もしかしてエマって名前、美女率高い説ある？あるかもな。今回は英雄に愛された絶世の美女、エマ・ハミルトンについて話そう。楽しみだわ。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。まずはざっくりとエマ・ハミルトンがどういう人物なのかについて解説するぞ。あいあいさぁ。エマ・ハミルトンは貧乏から美貌で成り上がり、さっきも言った通り英雄や画家を魅了した女性だ。立場上は絵画モデル、舞踏家で、上流社会の舞踏会ではおなじみの人物だった。美貌で地位を築くのはすごいわよね。そんなエマだが、その華やかな人生にそぐわない。どん底の最後を迎えたこともまた有名な話なんだ。どん底の最後？酒や不倫、借金といったこの世の闇を多く抱え、最終的には上流社会に見捨てられ失墜した彼女の人生は波乱万丈と言わざるを得ない。そんな人生を追っていくぞ。どんなドラマが込められているのか、興味深いわね。エマは1765年、イギリス北西部のチェシャーで生を受けた。本名はエイミー・ライオンといって、鍛冶職人の父と貧しい身分である母の間に生まれたんだ。生まれた時から貧乏だったの？そうだな。鍛冶職人の父が生計を保っていたが、エマが生まれた2ヶ月後に亡くなってしまい、母と二人で暮らしていくことになった。母はちゃんとした教育を受けてこなかったから、低賃金の職にしかつけず困窮した生活を送っていたんだ。最低限ではあるけど、生活できてはいたのね。かろうじて、だな。本当に限界ギリギリの生活を送っていたんだ。エマも成長してそうした自分の環境がわかってくるようになると、現状を危惧するようになったぞ。まあ幼くても、自分たちは貧しいんだな、と理解することはできるものね。エマは、こんな貧しい生活は嫌だ。早く職について安定したい。と若くして自立を決意したぞ。そして12歳になる頃には職を求めロンドンへ渡ったんだ。生活がかかってるからなりふり構っていられないわ。ロンドンでは家政婦として働いていたが、美貌と開放的な性意識とが災いしてどの勤め先でも長続きしなかったぞ。美しいってもちろんメリットは多いけど、デメリットも伴うのよね。その通りだな。彼女の場合は性に奔放だったこともあり、雇い主やその近辺の人間とスキャンダルを生み出しては解雇され、を繰り返していたんだ。それだけでなく、貧しい暮らしをしていたために教養がなく、それを雇い主に咎められることもあった。家政婦を雇うのって大抵裕福な家だし、そういう家は品位を気にするものね。紆余曲折あったロンドンデビューだが、実は1782年、17歳になる頃まで彼女に関しての記述はなく、デビュー後の生活について詳細は分かっていないんだ。まあその時は、ただ貧しくて家政婦として働いている女の子の人生だから、記述がないのは納得だけどね。次に記述があるのは17歳ということは、17歳で彼女の人生に転機があったってことかしら？なんか今日の霊夢は聡明で妙だな。槍が振るんじゃないか？失礼ね。1782年、17歳となったエマはロンドンの社交界で絵画モデルとして知られていたぞ。1780年にはパトロンである貴族との間に、エマ・カルーと名付けられた娘を産んでいるんだ。空白の5年間ではあるけれども時間の流れを感じさせるよな。ワンピースの話してるのかと思ったわ。それにしても、17歳で娘を産むって早かったのね。ただ、娘のカルーはウェールズにいる祖母が育てることになり離れ離れで生活してたんだ。生まれてすぐ預けられたから親子での時間は全くなく、エマは家政婦の仕事が忙しかったため会いに行くこともできなかった。まあでも子供を育てる余裕はないだろうし、二人で飢え死にすることを考えたら預ける選択は間違ってないのかも。子供の頃貧しい生活をしていたからこその決断だな。母は偉大よ。さて、そんなこんなで社交界デビューを果たしたエマだが、次はチャールズ・グレビルという貴族の愛人となり、同棲を始めるんだ。恋多き乙女ね。グレビルとの出会いはエマの人生を大きく左右することになる。その一つがジョージ・ロムニーとの出会いだ。誰かしら？グレビルの友人であり、画家だぜ。グレビルは若くて美しい自慢の愛人であるエマをロムニーのアトリエに連れて行き、
肖像画を描いてほしいと頼んだ。ロムニーはエマを見た瞬間心臓を矢で撃ち抜かれたかのように夢中になり、多くの依頼を受ける人気画家なのにもかかわらず、エマの絵を描き続けたんだ。人気画家だったのね。赤く色づいた頬の描写が幼さを残す愛らしいエマの外見とぴったりだよな。割と現代でも受けそうな可愛らしい絵柄ね。ロムニーとの出会いはエマの絵画モデルというキャリアに大きな進展を見せた。約60枚に上るエマの絵は様々な衣装で描かれており、時に劇的なポーズを取らせて描いた肖像は巷でも人気となったぞ。有名な画家に描いてもらえたらそりゃ知名度上がるわよね。それにしてもこの絵のエマ、美しすぎない？お気に入りの一枚だわ。霊夢みたいに、もともとエマを知らなかった人も、絵を見て、この美女は誰だ？と騒ぎ立てるようになったんだ。グレビルはエマの知名度の上昇に伴い、公の場に出ても恥をかかないようにと礼儀作法を覚えさせた。これもエマの躍進においては重要な要素となり、社交界という華やかな場で上流階級の貴族たちと同等に渡り合えるようになったぞ。どうしたって品がない人は下に見られてしまうのね。礼儀作法を身につけられたのは、今後社交界で活躍していく上でラッキーだったと思うわ。まあ下世話な言い方をすると、グレビルが自分の品位を落とさないようにするためだと思うけどな。友達に愛人を見せびらかしに行くほどだぞ。世の中には知らない方がいいこともあるってことね。そうだな。グレビルとエマはしばらく二人で甘いひとときを過ごした。しかし、ギャンブルにはまって借金を抱えたことをきっかけに、二人の関係性は変わっていくんだ。なんか不穏な空気だわ。借金が膨らみ破産寸前となったグレビルが考えた対処法は、霊嬢との結婚だ。え、なんというかすごく、ダサくない？なかなかなもんだよな。でもエマとは同棲してるし、現実的に難しいと思うけど。その通りだ。グレビルにとってエマは邪魔者。ただ、もともと外見に魅了されて愛人関係になったのもあって、エマを切り捨てることに抵抗はなかったんだ。エマを捨ててお金持ちとの結婚を考えたわけね。浅ましいわ。生活がかかっているからな。でも直接エマに事情を話して出て行ってもらうわけではないでしょ？ああ、そこも計画を練ってあたかも必然かのように見せかけたぞ。そんなことが可能なの？これにはグレビルの叔父が関係してくるんだ。え、まさか無理やりとかじゃないわよね？まあ無理やりではないな。グレビルはエマに、ホリデーに行っておいでと事情を隠し、ナポリ駐在大使であった叔父、ウィリアム・ハミルトンの元へ送り込む。ウィリアムはエマの美しさに魅了され、彼女を愛人としてナポリに滞在させ、語学やダンスといった社交界で必要になる教養を身につけさせたんだ。つまり、ウィリアムがエマを気に入って愛人にすると踏んだ上で送り込んだってこと？そういうことだ。ウィリアムはまんまとグレビルの策略にはまったんだ。ウィリアムもある意味被害者ということになるわね。でもグレビルの叔父ってことは、相当年上なんじゃないの？3回り、下手したら4回りほど上になるな。それでも二人は1791年、結婚式を挙げ、エマ・ハートからエマ・ハミルトンへと名を変えたんだ。エマもよく受け入れたわね。ウィリアムは古代彫刻や骨董品の収集を好み、ロムニー同様エマを芸術品のように大切に扱ったぞ。優しい夫ならまあいいか。エマがこの結婚に関してよく思っていたのかについての記述はないんだよな。あくまでも事実しか述べられていない。神の溝知る、ね。エマはウィリアムと愛人だった頃から、ポーズや踊り、演技を取り混ぜて表現する見せ物で人気を得ていたんだ。それらは自ら、アティチュードと呼んでいたぞ。絵画モデルの次は役者ね。この説明だと想像するのは難しいと思うが、まあ簡単に言えば神話や史実の有名人を真似た演技だな。数枚のショールを使って、ギリシャ神話のメディアから女王クレオパトラまで様々な役を演じたぞ。彼女の演技は、貴族、芸術家、作家を魅了し、その中には有名な詩人であるゲーテも含まれていたという。芸術分野に触れる機会の多い人たちを魅了したのね。ああ、彼女の演技はもはや芸術と呼べる代物まで進化していたんだ。王や王妃もアティチュードを好み、その影響かヨーロッパ中に広まった。彼女の着たギリシャ風のドレープのたっぷりとしたドレスも知られるようになったぞ。王や王妃まで？すごいわね。エマは、アティチュードをきっかけに、ナポリ王妃マリア・カロリーナと友人関係となった。この友人関係が、後にエマと愛人関係になるある人物とエマをつなげたんだ。ある人物？ホレーショ・ネルソンだ。すごい人なの？戦を勝利に導いた英雄だぜ。ついでだしネルソンについてちょっと解説を入れておくか。お願い。エマとネルソンが初めて会ったのは1793年。特使として援軍を求めにやってきたネルソンをナポリ公使夫人としてエマが迎えた時だ。ネルソンは世界三大帝徳の筆頭に挙げられるくらい戦での功績が多く、イギリス軍人史上最大の英雄と言われているんだ。英国一なんてすごいじゃない。
それにしても、赤腕赤眼っていうキャッチフレーズがとても気になるんだけど。ああ、ネルソンの特徴は何と言っても赤腕赤眼だ。彼が片目、片腕を失うことになったのはナポレオン戦争の中で起きたナイル海戦。別名ヤブキール湾海戦だ。初めて聞いた海戦だわ。ナポレオン率いるフランス艦隊とネルソン率いるイギリス艦隊が衝突した戦で、この戦いでは提督であるネルソンの勇断な指揮により、イギリス艦隊の犠牲なくフランス艦隊の進攻を止めたんだ。ヤブキール湾には浅瀬が広がっており、座礁の危険を冒してまで攻めてくることはないだろう。というナポレオンの考えを逆手に取った作戦で勝利を収めたぞ。この戦いの中で片腕、片目を失ってしまったのね。ああ。ただ、この戦いでの功績は偉大だ。地中海の制海権は完全にイギリスのものとなり、ネルソンは各国の提督から畏怖される存在になったんだ。ナポレオンなんて現代でも称賛されるくらい有名な提督なのに、それに勝ったんだから偉大なことよね。そうだな。戦を終えてナポリに戻ったネルソンは熱烈な歓迎を受けるが、エマはあまりの変容に驚き失神してしまう。そりゃ片腕、片目なくなってたらね。おまけに歯もすべて失い、止まることのない咳に悩まされていた。誰がどう見てもボロボロだと思うわね。ただ、だからこそエマの目にはネルソンがかっこよく映ったんだ。言い方を変えればそれは、激戦を勝利に導いた英雄の証だからな。ほどなくして、エマとネルソンは恋に落ちた。あれ？でもエマって結婚してるわよね？ああ。二人にとっては純愛だったが、お互いに家庭を持っていたんだ。え、ダブル不倫なの？そうなるな。加えて二人は知名度があったから、二人の不倫関係は新聞で大々的に取り上げられた。でもウィリアムはエマに文句を言わず、寛大に見守っていたぞ。え、なんで？もともと年の差婚であることに負い目を感じていたのも事実。加えて相手があの大英雄ホレイショ・ネルソンとなると、口を出すことはできなかったんだ。なるほどね。ウィリアムの優しさとも取れるのかしら。1801年、エマはネルソンとの間に娘、ホレイシアを授かった。現在のウィンブルドン近郊にあたるマートンプレイスに、倒れそうな古い家を購入し生活するようになるんだ。だが面白いことに、ウィリアムも一緒に暮らしていたんだぜ。え？どういうこと？いわば三人婚で、エマという一人の妻に対して、ウィリアム、ネルソンの二人が夫という一妻多夫家庭を築いた。この奇妙な関係性、それも社交界のマドンナと英雄による関係性ということもあり、多くの関心を集め新聞には彼らの動向やエマのファッション、家の内装、ディナーパーティーのメニューまで掲載されたぞ。そりゃみんな気になるわよね。でもこんな関係長く続くはずがないわ。ああ、実際長くは続かなかった。だがこの関係性の崩壊は、地上のもつれとかではなくウィリアムの死だ。1803年、ウィリアムが亡くなり、ネルソンは戦のために海へと戻った。1803年ってことは2年しか暮らしは続かなかったのね。ネルソンも行ってしまったっていうことはエマは一人になってしまったの？ああ。しかもこの当時エマは第二子を妊娠していて、精神的、身体的に負担が多かった。狂ったようにネルソンの帰りを待ったぞ。画像はジェイムズ・ギルレイによって描かれたエマで、巨大な体を大げさに広げ、窓の向こうに去っていくネルソンの船を見送りながら嘆いているんだ。なんでこんな丸々太ってるの？妊娠していた上に、金の浪費でいいものをたくさん食べていたから太ってしまったんだ。後ろに横たわっている老人はウィリアムで、足元に転がっているのはウィリアムが集めた骨董品だぜ。この手を大きく広げるポーズはエマのアティチュードを皮肉ったものなんだ。皮肉を絵にすることもあるのね。さらに不幸なことに、第二子は生まれてから数週間と持たず亡くなってしまった。エマは空っぽの心を抱えてギャンブルや金の浪費の連続する日々を過ごした。ダブル不倫とはいえ、あまりに不幸が続いてかわいそうになってきたわ。そしてある時、エマの元に訃報が届いた。まさか、ああ、ネルソンの死だ。本当の意味で一人ぼっちになってしまったわ。突然だが、霊夢はトラファルガー海戦って聞いたことあるか？え？トラファルガーロー？まあ実際トラファルガーローの名前は、トラファルガー海戦から取っているから間違いではないな。この海戦が、ネルソンが最後を迎えた舞台なんだ。トラファルガー海戦ってどことの戦いなの？トラファルガー海戦はナポレオン戦争最大の海戦と言われていて、フランスとスペインの連合軍対イギリスの戦いだ。この戦でネルソンは帰らぬ人となってしまったが、彼の功績はまた上書きされ最後まで提督として全うしたことが明らかになっているぞ。エマは大丈夫なの？ただでさえおかしくなっているのに、ネルソンの死を知ってまともでいられると思えないわ。その通りだ。エマは現実から逃げるかのように金の浪費を重ねたぞ。ネルソンが残した些細な年金すら潰してしまい、借金地獄に陥ったんだ。自分で稼ぐことはできないものね。
ネルソンは生前自分の死を悟るという遺言を残したんだ。そこには、国に対して今と娘、ホレイシアを扶養するよう書かれていた。だが国はこれに従わず、富や名誉を相続人であるネルソンの兄に与えたんだ。国に貢献したのに無視されるなんてひどすぎる。でもこれはある意味で自業自得なんだよな。え？どういうこと？国が遺言に従わなかったのには、エマの傍若無人さが起因しているんだ。傍若無人さ？不倫に関してだ。この当時夫婦ともに愛人がいることはよくあることなんだが、皆世間体を気にして表では夫婦仲がいいように繕ってたんだよ。それに対して今たちは開き直り、不倫関係であるにもかかわらず公で恋人のように触れ合っていた。これは周りの貴族たちを侮辱する行為だとみなされたんだ。まあ確かに風紀のために隠しながら愛人を作ってる人たちからしたら気分悪いよね。もともとエマは貴族の執事でもないから、伯爵号を取り上げるとかそういう面倒な手続きはないし、切り捨てるのは簡単だった。こうして上流階級、および国はエマを見捨てたんだ。確かにこうやって見ると自業自得だわ。エマは借金が重なったことで債権者監獄に入れられるが、債権者から逃れるためフランスへ渡った。そして酒に溺れ、アルコール中毒に陥り肝臓を痛めてしまった。お金がなかったからまともなものは食べられず、酒だけが体内に蓄積されていったんだ。そりゃ肝臓を痛めるわ。そして1815年、役人に捕まることはなかったが肝臓を痛めたことが原因となり、エマは人生の幕を下ろした。この時エマは49歳だったぞ。華やかな世界で暮らしていたのに最後は逃亡者なんて。ということで、今回は英雄に愛された世紀の美女、エマ・ハミルトンについて話したけどどうだった？最後が衝撃的だったわ。ネルソンが亡くなって借金にまみれるのは予想できたけど、まさか逃亡者になるとは思わなかった。まあそうだよな。社交界の花が脱獄衆として追われる、なんてことなかなかないからな。本当あの肖像画の美しさからは想像できない最後だったわ。美しさといえば、エマの名前を取った。レディ・エマ・ハミルトンってバラがあるんだぜ。へえ、美しいけど可憐な可愛さもあってぴったりの名前ね。エマの可憐さは現代でも息づいているのね。ところで、娘のホレイシアはどうなったの？イングランド国教会の牧師、フィリップ・ワードと結婚し、1881年まで生きたぞ。そして10人の子の親となったんだ。10人？王女帯じゃない。子供の中にはネルソン、ウィリアムと名付けられた子もいたぜ。まあ当時この名前は多そうよね。でも子供が幸せだったのならよかったわね。そうだな。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。英雄に愛され最後は衝撃な結末を迎えたエマ・ハミルトンの人生はどうでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。